ごきげんよう、タコボンドです。今回は、ホラーゲームの、ウィッチキン、やりたいと思います。どんなホラーゲームなんだろう。ホラーゲームとか普段やらないからね。すごい怖いんだけど。まあ、早速やっていこう。もう手が震えて、クリックできない。ここクリックしたいんだけど、すごい手が震えて、怖すぎるよ。あ、押せた。さあ、始まるぞ。クリアできるのかな？まあ、一応デモ版なんだけどね。だから、そんな長くはないと思うんだけど。あ、ライトが使えるんだね。で、これは走れたりもできる。うわー、なんだ？まあ、最初はね、操作を覚えよう。なんだ、今の。何か声が聞こえたんだけど、機能性だと信じよう。あれ、なんか足が遅く。やばいやばい。なんかいる。あれ？ここ、行き止まりだよ。ちょ、どうしたらいいの？こっから。怖すぎる。何今の。すごい顔がひび入ってたんだけど。まあ、やっていこう、また。また最初からになるのか。この、家に、あの赤ちゃんみたいなのがさまよってるんだね。赤ちゃんというか、人形なのか。ん？なになに？どっから来る？怖い怖い。あ、ここ開いた。よし！これで。少しは安心。なんだ、暗くなったよ、一瞬。お、開けられた。何も入ってないけど。これは？あ、ライト。一応つけといて、またなんか拾ったね。この中には手紙が入ってる。ん？なんだ、今の。あ、鍵がある、鍵。二個目だね。一応鍵をね、見つけていくゲームなんだけど、これで2個目か。さあ、あ、ちなみに、この拾ったアイテムとか使えるのかな？ M キーで、あ、なんか使えたぞ。やばい、音楽が鳴り始めた。ちょっと、それ音楽鳴りますとか言ってよ。あ、拾っとこう、これは。うわぁ、うわ、閉められなかった。閉めようと思ったんだけど。そういうことね。わかった。今のアイテムは、音楽鳴らせて、人形をおびき寄せるアイテムだね。そういったアイテムもあるのか。じゃあ、あれは無駄に使えないね。無駄に使っちゃったけど。さあ、開けられる扉を探していこう。わ、いるいる。して、あんま走りすぎると息切れしちゃうからね。お、開いた開いた。ここでちょっと隠れるよう。あ、ここしゃがんで入れたぞ、この下に。これだったらバレ、扉開けてくるの？あ、なんかなんだこれ。あ、息止めてる感じか。これ止め続けるとバレないと思うんだけど、ずっと息を止められるわけじゃないんだね。まあ、そりゃそうだけど。大体でも分かってきた。ああやって息を止めることができるんだね。あ、ここ開けられたね。まあ、だけど、息を止め続けることはできないから、まあ、息を止めるタイミングによるんだね。息しちゃうと当然ね。見つかると思うから、ああいう状況どうしたらいいんだろう。やばい、ここ、行き止まりだな。アイテムだけ。何今の。うお、来た。ここ開かないか。もう音で驚かすのはやめてよ。それ一番ちびるパターンだからね。いや、もう怖いな。
開けられる扉をね、探していこう。次は三つ目の鍵だね。あ、ここ、開いたぞ。よしよし。さあ、これで閉めて。あ、鍵、閉められた。こういったこともできるんだね。びっくりした。馬か。音立てないでくれよ。ミシミシ言ってるよ。さあ、手紙は読めないから。おお。鍵閉めといてよかった。でも開けようとしてたぞ。来ないよね。人形の力で鍵のかかった扉は開けられないと思うんだけど。よし、これで三つ目か。待ち伏せとか。おお、なんで？触れてないのに動いたぞ、勝手に。この部屋も怖い。出たいけど、待ち伏せとかしてないよね。うわぁ！待ち伏せしてたぞ。多分鍵もこれだけ集めればもう少しだと思うんだけど、お、ここ開いたね。とりあえずここら辺でちょっと隠れとこう。お、音楽が消えた。とりあえず大丈夫だね。巻いたようだ。お、鍵4つ目。いよいよ順調にでも集めてってる。お、オルゴール。これでたとえ見つかっても大丈夫だね。わ、なんでそんな表情なんだよ。写真なんだからもっと笑顔で撮ってくれよ。あ、これ、鍵穴を覗くことができるんだね。まあ暗くて全くわからないんだけど。これ見ても意味ないね。暗すぎて。とりあえず、開けた瞬間、オルゴール設置しよう。さあ、これで、開けて、さあ、ここに、オルゴールを設置。これで一時的に、うわ、来た来た。まあでも、これで一時的に巻くことはできるね。さあ、今のうちに鍵を見つけていきたいけど、オルゴール切れるの早いな。さあ、まだ行ってない扉。ん？なになに？どっから来てるの？とりあえずここら辺でちょっと隠れよう。怖いなぁ。一応閉めとくか。あれ、でも音楽切れてるから、大丈夫かな？まあ、とりあえず扉開けて向かっていこう。もしかしたらね、また待ち伏せしてるかもしれないけど。さあ、こっち、おお！曲がり角で出会うのはやめてよ。やばい、来た！これで息を止めて。頼む！早く出てって。やばい、息が切れちゃう。これは。もう、部屋で二人っきりになったら、完全に無理なんだけど。ここは開かない。おお、来た。走ってって、どっか開けられる扉ないかな。あ、ここ。開けた開けた。とりあえず閉めといて。お、鍵。これで4つ目だね。ってことは、さっき開けられないかった扉があったから、そっちに向かおう。ここか。さあ、ここは、一応閉めといて。うお、隠れて。でも閉めれば、開けてきたりはしないんだね。鍵を閉めれば。何もない。ん？なんだなんだ？紐が出てきたぞ。
とりあえずこのアイテム何も書いてないのか。お？上に行ける道だぞ。ってことはもうこっち行ったらクリアなのかな。最後ちょっとここら辺でオルゴール鳴らしながら、行けた。あ、最初はこんな少女だったのか。で、髪がどんどん抜けてって、ハゲ整って、最終的にああなっちゃったのか。まあ、ホラゲ初心者の僕でもね、なんとかクリアできました。ということで今回はここで終わります。さようなら。